やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。シンクトゥルフ神話 TRPG 片代を始めていきます。お願いします。あなたは目が覚めると病室のベッドにいました。どうやら手術室みたいですね。めちゃくちゃ頭が痛いです。頭痛がします。そして体が思うように動きません。じゃあちょっと頭痛い時どんな感じかやってもらっていいですか。んだよ、頭痛ぇ。って言ってると、男の人が、部屋に入ってきました。ああ、気がついたようだね。ああ、君、何があったか覚えてるかな？覚えてない。ああ、君ね、雷に当たってこの病院に運ばれてきたんだけど、記憶ないかな？雷？うん、記憶にない。じゃあちょっと、ここでアイディアを振ってみましょう。アイディア、はい、おお、成功したので強い光を浴びた記憶があります。だがそれより前の記憶がありません。ただ、社会的に生きるための記憶、常識とかそういうものは覚えてます。ただ、それ以外の自分に関する記憶がすっぽりともう抜け落ちてしまってることに気づきました、が、じゃあ自分にとって一番大切なもの、一つだけ思い出してもいいです、どうしますか。恋人で。いいですよ。恋人、自分の恋人のことを目指す。わかりました。じゃあ須田さんは自分の、恋人のことだけは思い出すことができました。君、名前は？名前わからない。名前わからない。どこに住んでたかは？それも思い出せない。記憶喪失ってやつだね、これは。強い光に当たったことだけ覚えてる。ああ、君に雷に当たったからね。多分それの光じゃないかな。なるほど。しばらく検査が必要だね。体も動かないだろうが、そうだね。3日あれば君の記憶を戻してみせよ。記憶を戻してもらえるのか。うん、3日で戻しましょう。何か質問あるかな。怪しい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 。急に。うん。すごいね。怪しい。怪しい。なかなかいないよそんな感じで急に。あなたのことが怪しいよ。わかったわかった。じゃあ君が怪しいと思うなら、君が疑問に思ってること何でも聞いていいよ。私の何が怪しいのか、じゃあ言ってみればいい。あなたは本当に医者なのか？私は医者だよ。もちろん名医だね。なんなら本当に3日で治せるのか？まあ約束しよう。僕は雷に当たったのに身体的外傷はないのか？ああちょっとあったけど、もう処置終わってるからね。やはり怪しい。やはり怪しい。記憶がなくなってるのにそんな外傷が少ないことあるのか。まあそう言われても一応私は脳の専門だからね。なるほど。なかなか体だこうだはちょっと私の専門外のところもあるかもしれないね。分かった。でも実際身動きが取れない状態だからお前を信じるしかないみたいだな。そうだねまあそうだね。一応まだ君記憶がなくて、治療費も請求できてないから、治療費が請求できてない。私、君誰か分かんないからお金取れないからね。なるほど。私としても君に記憶戻ってもらうそうか、ちょっと困るから、ね、そうか。そういうところもあるのか。そういうところもあるから、一緒にこう協力して記憶を戻していきたいなと思ってるからね。ちょっとこう、分かった。ちょっとは信じてくれると嬉しいから。分かった。じゃあこれから3日一応ここで入院になるんだけど大丈夫かな。はい、お願いします。
ただちょっと申し訳ないことがあって、はい、他に部屋がなくて。他に部屋がない？うん、ちょっと今時勢も時勢でね、ここしかなくて部屋が。うん、それは全然構わないけれど。ああ、ここで3日過ごしてもいい？うん、問題ない。ああ、よかったよかった、それは助かった。ここはなんか聞きたいことはないかな？聞きたいことなければもう、早速今日から治療を始めていこうかなと思うんだけど。もう信用するって決めたから、一度治療に関しては先生にお任せしようと思います。僕もちょっと記憶がなくて照らし合わせるようなところもないので、お願いします。うん、君はおしゃべりは好きかな？おしゃべりは大好きです。おお、治療の一環としてね、おしゃべりをしていこうかなと思うんだけど。ほう。結構こう熱中して喋ってると、こう口をつくように自分のことを喋ってしまうというか。なるほど。記憶を思い出す人も多いんでね。まあ何より私がおしゃべり好きだから。なるほど。まあ、一環としておしゃべりをしようと思うんだけど、いいかな？でもじいさん相手よりかは綺麗な姉さんがいいんだけど、そういう綺麗な姉さんとかいないですか？まあ、レバーいるけど、チェンジ希望なのかな？チェンジ、基本的にはじいさんには興味ないんでね、綺麗な姉さんがいいかなってなるけど。申し訳ないんだけど、うん、脳神経外科医が私しかいなくて。ああ、そうなんだ。まあ、大体この辺りにも私しかいなくて。なるほどね。まあ、ならしょうがないね。それで運ばれてきたんだと思うけど。ちょっと私で我慢してもらうと思いますから、ね。はい、お願いします。うん、よし、じゃあ早速今日の話を始めていこう。はい。君は囚人のジレンマというのは聞いたことあるかな？というか覚えてる？囚人のジレンマ、いや記憶いない。おお。囚人のジレンマというのは、うん、いわゆるゲーム理論の一つなんだけども、うん、じゃあ君と私が何か犯罪を共犯で働いたとしよう。うん。仮に。うん。で、君と私は黙秘をするか自白をするか選択することができる、うん、なるほどね。うん、この表を見てほしいんだけど、はい、囚人 A が黙秘、囚人 B も黙秘なら懲役はお互い2年だけだ。うん。そして囚人 A が黙秘、囚人 B が自白した場合、うん、囚人 A は10年の懲役、うん、囚人 B は0年の懲役となる。うん、理解できる。逆に囚人 A が自白、囚人 B が黙秘の時は囚人 A が0年、囚人 B は10年。そして囚人 A も囚人 B も自白した時はお互いに5年の懲役となる。うん、分かった、理解できる。よし、じゃあ一回はこれ君と私でやってみよう。君が囚人 A、 はい、私が囚人 B、 はい、せーので黙秘か自白を言う。はい、いいかな？うん。あ、もうどっちか決まった。もうどっちか決まってる。早いね。じゃあ、うん、せーのでいくよ。はい、せーの、自白。おお、これで君が懲役10年、私懲役0年なんかシンプルだね。ああ、君なんで黙秘を選んだか聞いてもいいかな？なんで黙秘を選んだか、うん、理由を聞きたい。なんで、やはり少しやっぱそういう時で仲間を信じたいというか、人を信じたいという気持ちがどうしても僕は出てしまうので。あ、自白を、仲間のためにだもん。そう、自白っていうのは言ってみたら、はい、その犯罪を認めて、うん、仲間と一緒にまあ刑を受けるっていう現れなので、うんうん、まあそれだったらまあ一旦黙秘をして様子見でもあるし、仲間を、守りたいっていう自分の意思表示でもある。なるほど。じゃあ、うん、君はこの懲役が何年かとかじゃなくて、うん、仲間のために黙秘を選んだだけ。そうね、俺は仲間のために黙秘を選んだ。あ、自分が10年入るか2年入るかとかそういうのはなく、うん、自白したら0年になるとかそういうのもなく、ただ仲間だったから選んだ、うん、犯罪を犯すっていうのはでかいことで、まあ、そのでかいことをやるっていうのはまあ仲間としてでかいだろうから、うん、そういう選択。ただ今回私だよ、共犯。まあでも、今この時点でっていうこと、うん、そのゲームのなんて言うんだろう、タイミング的に分かんないんだけど、今この僕たちの関係性で犯罪をした時の場合。ああ、まあ、まあ私だからね、相手。ああ、いや、それでも俺は目標を選んでしまう気がする。おお、そんなに知らない人でも目標選ぶ。うん、目標を選んでしまう気がする。10年入るとしても、うん、もうまあ本当の他人、今そこら辺にあった人とたまたま、うん、犯罪を犯してしまって、うん、それでも目標選べる。でも今先生とだよね、うん、先生とは、まあ
俺はそのさっき信頼を得てるっていう話をしているし、うんうん、僕のことを3日間で直してくれるって約束もしてくれているから、おその時点でもある、ね、そういう関係で俺は信頼を置いているんで、おそういう場合はたまたま出会った他人と共犯だった時はどうする、それは自白をすると思う、ぶっちゃけて言うとたまたま会った他人は自白をすると思う、で先生っていう場合だったら、うん、その関係値ギリギリではあるけど俺は目標を選択すると思う、うん、結構すぐ信頼してくれたんでなんか怪しいとか言ってたのには結構早いね、でもあの時にちょっと状況を整理して俺に取れる選択肢がないので信頼するしかない、なるほどなるほど、うん、あでも結構君は早めにというかもう本当にある程度話したりとかしたら結構人を信用できるタイプなのっていうところはある、俺はそういうところがめちゃめちゃある、なるほどなるほど、人を結構信用するタイプだと、うん、いやでもこうして喋ってると思い出したんじゃない自分のこと、自分はこういう人間だった、少しずつこういう人間だって確かに喋ってしまうよね、それが狙いなのか、ああこういう感じで記憶を取り戻して、なるほどなるほどなるほど、うん、なるほどね、目標か、確かに入るのは恐れないんだね、恐れない、うん、恐れないね、なるほど、いやよく分かったよ、現状の人間がすごい楽しいお話しゃべりだった、じゃあ私は外来の患者を見てこようかな、そろそろもうお話は終わりなのか、まあ今日は1日目だしね、軽くしとかないと君もまだ頭も体も痛いでしょ、なるほどね、うん、他になんか聞いておきたいことあるかな、もう私言っちゃうけど、僕の傷の状態っていうのはもうほぼ完治している状態なのか、うん、もう動ける状態、この今寝てる状態から立っていいのか、そうだね、まあ立てれば立ってもいいけど、あじゃあここでそうですね、目星とかで自分の体調べてみてもいいですよ、なるほど、じゃあ目星を使います、外傷がないかとか、おぉイクストリーム成功、そうですね、自分の体をある程度こう、眺めてみたんですけど、うん、傷跡とかも特になく、うん、普通に健康そうなんですけど、とにかく体がだるい、そして頭が痛いという感覚がありますね、今日はそうだ、歩いて回るとかはできなさそうですけど、まあ明日明後日となるうちにどんどん体の調子が良くなっていくんじゃないかなっていう、まあまあ1日目なんでね、はい、他に何か聞きたいことあるかな、うん、まあ1日目はこんなもんでしょう、うん、また午後になったら診察に来るか、まあ午後に来るんだ、わかりました、うん、待ってます、はい、しそれじゃあ安静にしてるんだよ、はい、それと男は部屋から出ていきました、今あなたはですね手術室のベッドの上にいるんですけども、うん、体が重いんですが手に届く範囲であれば気になったものを調べることができそうです、なるほど、全体に公開する、はい、読み上げてくれると、はい、ベッドサイドモニター、このような機器が出されていることは、非常に危ない状況だったのだろうか、数字が2つ表示されている、97と98と書かれている、ここでこのベッドサイドモニターに対して何か機能を振って使えそうな機能を振って成功したら追加の情報があります、おお、こういうこういうハテナマークって全部においてあるってことっていうわけではない、うん、でもあるから、あーでもあるんだ、全部においてあるんだ、なんか使えそうな機能あれば、じゃあコンピューター20を振らせてください、どうぞ、おはははよーし5分1当てていく、よーし、そうですね、通常こういった機械は心拍数とか血圧の異常を教えてくれる装置、うん、でこういう機械があるってことは自分は危ない状況だったのかなと思ったんですけど、うん、この装置がですね自分自身に、繋がってないということが分かりました、おぉおい、なんだよこれ、俺に繋がってねえじゃん、あこれでどこに繋がってるか目星で調べることはできますか、あーまあ一箇所につき一回しか機能使えないんでもう無理ですか、まあそうなんだ、うん、
じゃあまたこっちを見ようと思います。台の上には器具が並べられている。刃物の類はない。単純にどういうことに使えるものなのかを知識で調べていいですか？ああどうぞ。そうですね、あなたあんまりこういう器具には詳しくなかったのでよく分かりませんでした。うん、なるほど、なるほどね。誰かいる？もしもし、聞こえる？おーい、あ、聞こえた。聞こえるよ。こんにちは。こんにちは。僕、アキラって言うんだ。隣の部屋に入院してるんだ。よろしくね。あー、これ隣の部屋か。どこからかと思ったよ。アキラくん、よろしく。ごめんね、急に話しかけちゃって。ううん、大丈夫、俺も暇だったから。あ、ほんと？うん、よかった。僕ね、ずっと2年ぐらい入院してて。2年か。暇なんだよね。よかったらお兄さん、お話し相手になってくれない？ちょうどいいよ。俺も今日ね、入院したばっかりだから。うん、でも後輩だよ。よくしてください。まあ、じゃあ、なんかお兄さんのこと知りたいな。お名前はなんていうの？お兄さんね、今日運ばれてきて、うん、記憶がないんだよね。雷に打たれちゃったらしくて。え？雷？うん。大丈夫？でも怪我みたいのはなくて、記憶だけが今すっ飛んでるらしい、うん、から名前は分かんないんだけど、それでも大丈夫？あ、もちろんだよ。記憶がないんだね。うん、君もないんだ。そっか。あのね、僕の隣の部屋に入院してくる人、みんな記憶がないって言うんだ。ああ、持ってるのはそういう意味か。なるほど。あ、僕はあるんだけど、ね、うん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 、まあ、そういう人が入るお部屋なのかなって僕は思ってるんだけど。その記憶がない人たちは、うん、どんぐらいのペースというか頻度でいなくなってしまうの、この部屋から。退院する、そう、退院する前どんぐらいかかってしまうの？そうだな、だいたいみんな3日ぐらいでいなくなっちゃうと思う。3日。そうなんだよ。そっか。だからお兄さんもきっとすぐ治って元気になると思うよ。うん、僕のお父さんはすっごい名医だから、絶対お兄さんのこと治してくれると思うよ。お父さん？あ、うん、僕のお父さん、多分お兄さんのことを直そうとしてるのも僕のお父さんだと思う。そうなんだ。うん、ごめん、ちょっと名前忘れちゃった。名前もう一回言ってくれる？あ、僕アキラだよ。アキラか。アキラのことを見てくれてるのもお父さんなの？うん、うん、そうだよ。あ、そうなんだ。うん、へー、なるほど。じゃあアキラは、うん、今までこの2年間でいつもこうやってお隣の人に、うん、声をかけてるの？そうなんだよ。僕、部屋から出れないからさ、うんうんうん、隣の人に話しかけてお話し相手になってもらうんだ。今まで何人ぐらいの友達ができた？2年間で。あんまりできなかったかも。あんまりできなかったんだ。うん、やっぱりみんな3日間ぐらいで退院しちゃうからさ。ああ、そうなんだ。でもこんなに楽しくお話ししてくれるのお兄さんが初めてだよ。まあそう。うん、あなたのお父さんもね、おしゃべりだったよ、うん、あ、本当に？僕のお父さんは確か脳神経外科医とかいうやつで、なんかそのおしゃべりで治療するっていう話聞いたことある。そう、だからそれかもしれないね。そう、俺にも言ってた。もうなんか体の傷は治せないって、専門外だって言ってたよ。そうなんだ。うん、まあ、ということはお兄さん記憶ないからね。あきらくんも、うん、脳みそ、あきらくんはどんな病気なのかっていうのをお父さんに教えてもらったことある？あ、僕はね、交通事故なんだ。交通事故に遭って、うん、入院してるの。
アキラくんは結構ひどい事故だったんだけどね、うん、この2年間より前の記憶っていうのある？ あるよ。あ、あるんだ。うん、うーん、でもお父さんすぐ直してくれるって言ってくれてるから、うん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 、僕も信じてるんだ。そっかそっかそっか。うん、元気になったらお父さんみたいにすごいお医者さんになって、うん、いろんな人を幸せにしたいって思ってるんだ。そっか。うん、あきらくんはお兄さんも絶対すぐ治るよ。うん、俺もすぐ治るってね、うん、お父さんが約束してくれた3日間で治るって。俺も本当に僕も保証するよ、大丈夫だよ。分かった、うん、また寂しくなったらお兄さんのこと呼んで、うん、いつでも話し相手になります。お兄さん優しいんだね。俺って優しかったのかな。うん、すごい嬉しい。やっぱりあんまり仲良くしてくれない人もいたからさ、うん、お兄さんとはなんか仲良くなりたいなって思っちゃった。俺もね、寂しいし、うん、3日間仲良くしてくれたら嬉しいよ。うん、うん、短い間だけどいっぱいおしゃべりしようね。だな、仲良くなっちゃおう、うん、仲良くなろう。うん、約束だよ。約束だよ。うん、てかそういう、あ、はい、いいですよ。あ、そういう話をしてると、すさまじい眠気があなたを襲いました。まだ体力が戻りきってないみたいですね。どのように深い眠りに落ちました。お兄さん寝ちゃったのか。おやすみ。いや、おはよう。あれ、おはよう。おはようございます。めちゃめちゃ具合悪そうだ。どうした、大丈夫か。なんか昨日の記憶がなくて、はあ、俺寝ちゃってました。ああ、うん、爆睡だったね、昨日。君、午後の検診は来てくれました。ああ、ちゃんと見といて。ならよかった。ああ、昨日よりかは頭の様子だいぶ良くなってんじゃないかな。体も動くようになってると思うけど。どうしたの？まだ体がだるくて。そんな、ああそう、なんか、うん、なんかドキドキしてるというか、なんかそわそわしてるけど。ちょっと部屋の雰囲気も、はあ、昨日とは違うような気がして。いや、私何も触ってないよ、部屋。本当？掃除もしてないけどね、昨日。本当？あんま変わってないよ、部屋。はあ、そうなんだ。なんか おかしいかい、部屋が。そんな気がするだけかな。あ、そう、うん、もしかしたら記憶を失った影響で何らかしらの齟齬が出てるかもしれないね。そういえば先生、うん、はあ、聞きたいことが一個あるんだけど。はあ、いいよ。昨日手に届く範囲で、はあ、周りの機器をちょっと調べてみたんだけど、そこにある勝手に触っちゃダメだよ、病院に。で、心電図堂々と言うね。そう、心電図信用しているからね、はあ、うん、心電図を調べるモニターがあるでしょう。これは心電図調べるもんじゃないね。ん？ん？心電図を調べるものじゃない。これだろ？うん。そう。ベッドの横にあるモニター。うん、これ。これ心電図を調べるものではない。おい、ちょっと待ってもらっていいかい？ちょっと待ってくれよ。はい。先生？ちょっと外来の感じがちょっと暴れてて。いやいや、全然いや、申し訳ないね。これはね、心電図見るやつじゃないよ。なるほど、これは何を調べるものだったんですか。これ僕の近くにこんな置いてあったけど。そうだね、でもこれはね、でも今の君には関係ないよ。今のりには関係ない。ああ、関係ない機材だね。なるほど、ならまあ大丈夫、大丈夫。あ、大丈夫。なら大丈夫。うん。他に何か聞きたいことはないかな。うん。今のところは、隣にの病室にアキラくん。昨日、お話ししました。うん。なんか言ってたかな、アキラは。うん。アキラ2年間病院にいて、うん、お父さんに2年間ずっと治療してもらってると。うん、そうだね。うん。で、うん、僕と同じような人がよくこの病室に来る。
この手術室に。そうだね、で来るたびにその人に話しかけてるんだけど、うん、友達になれる人が少ないと。ああまあそうだろうね。で僕はその先生とお話しした通りちょっとおしゃべり好きなんで、うん、おしゃべりしてちょっと仲良くなりましたよ。なんだろうな、君やっぱりあの雷で記憶喪失になってるけど、普通記憶喪失になる人っていうのは強いトラウマを抱えていたり、そういうことで記憶を塞ぎ込んでしまう人が多いからね。なかなかこう積極的におしゃべりできる人っていうのはいないんじゃないかな。僕は今のところそんな感じはしないかな。うん、あ、君はそうじゃないからね。うん、うん、ここに来る感じがそういう人多い。あ、他の人がね。うん、うん、君みたいになかなかおしゃべりな人がね来ないから、うん、私も結構寂しかったよ。なるほどね。久しぶりにこうなんかちゃんと喋れる人が来たというか。はいはいはい。でみんな3日間で退院していくんだね。うん、ああ、3日以内にはみんな退院するね。早かったらもう1日2日で出てく人もいるよ。すべての人が同じ症状なの？そういうわけではない。うん。まあ脳に関することだったら、脳とか脳神経に関する人がよく来るね、ここは。3日で治って出ていくの、それは。もう助からない人もいる？ああ、助からない人はほとんどいないね。全部においてもう治してるんだ。うん、まあなんて言うんだろう、完治するかどうかはもちろん患者によるけども。なるほど。で、うん、なかなかそこまで深刻な人はいないかな。隣にじゃあいるアキラくんは、脳みその手術、脳外科なんですよね。2年間入院、まあ基本的な外科もできるよ。あ、そうなんだ。入院してるって言ってたけど、アキラくんは何の病気なの？何の病気というか、まあ交通事故だね。結構君家族の問題もがっつり入ってくるね。あきらくん、いや、2年間やっぱり子供がさ入院してねってなると、ちょっと苦しい生活なのかなと思って気になってしまった。あー、まあ正直結構重い交通事故だったからね。ただまあ状態が非常に良くてね、近いうちに完治する見込みだよ。そっかそっかそっか。なら一緒に退院して、うん、退院した先でも仲良くできたらなと思ってる。ああそうだね、うん、ぜひアキラが退院しても仲良くしてくれると嬉しいかな、うん、他に今日は聞きたいことはない？そうだね、昨日体がだるかったけど、うん、まあちょっと回復したかなっていう自覚はあるんで。よし、少し打つ。じゃあ早速今日も記憶を取り戻すためにおしゃべりをしようじゃないか。はい、楽しみにしてたんだよ、うん、よし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 。君はテセウスの船というパラドックスの話を知っているか？ああ、知らない、知らない。早いな、かわいそう。全然知らない。テセウスが乗っていた船は、古いパーツを徐々に置き換えていった。うん。結果、すべてのパーツが置き換えられてしまったとき、その船は同じテセウスの船と言えるのだろうか、というパラドックスの話だね。君はどう思うかな？元の船がすべてのパーツに置き換わったときに、そう、だんだん古くなったから新しいの、古くなったから新しいの、うん、パーツを変えていって全部のパーツが変わった時に同じ船と言えるかな、という話だね。俺の中だとそのストーリーによるけど、うん、例えば、おっと、うん、乗務員がいて、うん、でもね、その年を重ねていくにつれどんどん古くなっていってパーツが変わっていくならそうだと思うけど、なんかいきなりもうその船の改造するかにドーンって入れられてパーツがダウンって変わってしまったら別の船だと思うから、なんか状況によるとしか言いようがない。状況によって変わる。ちょっと難しい話になるから、ちょっと一回考えていてもらっていいかな？分かった。2分ほど。分かった。ふぅ、休館がいてね、ちょっと。いえいえいえ、もう一度君の考えを聞かせてもらっていいかな？これは、どっちかを言った方がいい、うん、もう本当に率直なのだとさっきシンプルにどう思うか言った通り、本当にストーリーによる、うん、状況によることっていうのが、船の中に乗務員がいたとして、うん、1年おきに少しずつパーツが変わっていって、うん、最終的に全てのパーツが20年後に変わっていったとしたら、うん、それはテセウスの船のまんま、テセスの船と言えるとは思うけど、その一気にその船がもう改造できる場所にドーンって倉庫に入れられて、バババババってもう中身が入れ替えられてボーンって出てきたとする、パーツが置き換わって、うん、それはテセスの船とは言えないと思う。だから状況による、時間が経っているかどうかが大事ということかな。そのストーリー性に俺はよると思う。おお、
ということは、なんだろうな、君が重視してるのはその元のパーツと新しいパーツが、一緒にある状態で時間を経過していなければ認めないってことなのかな。うん、そうだね。時間が経過していなければ俺は、うん、時間で言うとそうだし、人となりっていうかなんていうのも、うん、まあ、そうだね。時間、そうしよう。そうだと思う。ということはそうだな、まあ、船自体が経験を積んでいるというか。そうそうそう、そういうイメージ。どん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 老朽化していって、パーツが変わったら少しずつ、うん、それはテセウスの船と言えると思う。おお、なるほど。じゃあ大事なのはパーツではないということだね。一つ一つのパーツではない。うん、元のパーツが大事なんじゃなくて、まあなんというかパーツの経験というか記憶というか、うん、なんかその伝わっててほしいけど、そういうことかな、うん、多分ニュアンス伝わってると思う、今の話を聞いた感じ、うん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 、ああなるほどね、うん、ただそれは乗組員が大事なのかな。乗組員との歴史だったり、うん、乗組員がいることによってそれをなんか言い伝えられてることが大切だと思う。もう、おー、なるほど、うん、こう一緒に過ごした時間というか、そうじっくりだったら同じ、じっくりだったらもう全てが変わってたとしても、その中にこれがテセウスの船だよって言ってる、ずっと乗ってる人がいたらそれはテセウスの船だし、それがもうすごいもう、うん、大砲とかバンってついて、もうモーターとかついてたと、もう原型がなかったとしても、俺はそれテセウスの船と、その中身のストーリーで言えてしまうと思う。見た目とかでもない。でもない、俺は。見た目はパーツではなく、その船が積んだ経験。経験、その中身の言い伝え。うん。人、中の人で変わると思う。結構、なんというか、君、なんか、ドラマチックというか、なんていうのかな。いいね、なんか。そうか。なんか、それはちょっと嬉しくなったな。うん、嬉しいね、それは、うん。褒め言葉に聞こえるな。君はなんか、なんというかそういうなんか情に熱いというか感情豊かな人間だったのかもしれないね。なるほどね。ある前は、うん、なんかロマンチックか、ロマンチックな感じかもしれないね。ほう、船がね、いやなかなか面白い答えだと思う。これは面白い答えなのかな。この質問っていうのは他の患者にもしてるの？うん、ああしたことあるよ。あ、そうなんだ。いやもう本当にな、逆の考えの人もいるからね。もうパーツが全部変わったら別の船だと思います。はい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 。大事なのはパーツっていう人もいるし。はい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 。結構ね、そういう人に質問するんだけど、うん、まあ、新しいパーツにどんどん変わっていって、うん、まあ、テセウスの船、同じ船として全てのパーツが変わったとしよう。うん、でその置き換えられた元のパーツを組み合わせて船を作ったら、それは何になるかな。いや、もう全く関係ない、関係ないものになってしまう、それは。さっきの理論がちゃんと伝わっているならそれも分かるはず。中の人が大切だから、まあ、はいはいはい、置き去られた、ね、そう、置き去られたパーツに、うん、パーツはテセウスではない。お、うん、なんかこう船に情があるみたいなね、そういうと。そうだね、やっぱり船っていうのは感情というかそういうものがね、人ありきだと思うから、人が乗るものだから、人もパーツというか、うん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 、なんかそういう感じかな。重いというかね。うん。あ、いや、なかなか面白かったよ。あ、乗組員結構大事だと思う。俺は乗組員あってこそだと思う。それこそテセウスの途中で、じゃあ、うん、全員、まあ、船のパーツが置き換わっていってる途中で、うん、まあ、貿易会社がなんかが倒産して船を売却して他の乗組員が乗ったらどうなるかな。貿易会社が、あ、まあ、乗組員が全部変わってしまった場合だね、急に。うんうんうん、テセウスの船をお譲りします、うん、でもそれはちょっとそれもテセウスの船なんだよね。おお、じゃあ乗組員じゃない。ちょっと乗組員、それはまだテセウスの船かな。ほうほうほう、なんていうんだろうな。じゃあ船自体側の経験が大事ってことか。そうそうそう、人が変えていったっていう船の経験が大切というか、中の人の言い伝えも大切なんだけど、一番はその船自体の歴史が大切。船自体のストーリー。うん。ああ、なるほど。船が積んでいってる、船が感じているストーリーが大切っていうイメージかな。うん、経験や記憶だね。うん、船の。いやー、わかりやすい。なんというかこうちゃんとした答えがあってすごいわかりやすくていい。あら、なんか嬉しくなっちゃうな。うん、いやー、いや、いい話だった。いい話だった。うん。うん。なるほど、なるほど。
君はそういう人間なんだね。さあじゃあ今日も、他になければまた外来の患者を見に行ってこようかな。今日も午後は来てくれるの？ああ、今日も見に来るよ。なるほど。アキラくんっていつ起きてるかわかる？アキラはそうだね、お昼前にはいつも起きてるイメージがあるが、じゃあ今話しかけたら、ね、なんか起こしちゃったりしないかな？大丈夫？ああ、そんなでかい声出さなかった大丈夫か？アキラと話したいからさ、アキラとこの3日間で仲良くなるって約束したんだよね。もうすぐ起きる時間じゃないかな。なるほどなるほど。うん、起きたらまた話してやってくるよ。わかった。またこういうゲームたくさんしたいから、またちょっと午後も楽しみにしておくわ。ああ、じゃあ私はそろそろ行くよ。はい。そう言うと男は部屋から出て行きました。変わらずベッドの上にいるんですが、昨日よりは体がちょっと軽くて動けそうですね、少しだけ歩いて、気になったものを調べることができそうです。なるほど。質問です。あきらくんと逆の部屋に聞き耳を立てることってできますか？はい。じゃあ、あきらくんの部屋とは別、逆の部屋に聞き耳を立てたいです。どうぞ。はい。おー、成功。まあ、特に変わった音はしないですね。なるほど。じゃあ、廊下の方に聞き耳を立てたいです。あー、はい、いいですよ。特に人の音もなく、今は誰もいない、人がいない、音がしないって感じですかね。特に変わった音はないです。じゃあ、アキラ君の方に聞き耳を立てたいです。ああ、どうぞ。自分の部屋と同じような機材の音が、ちゃんと、なんだろうな、病院の機材が動いてるんだろうっていう音がします。うん。はい、わかりました。うまい。患者の名簿と思わしきものが収められている。名前がずらっと並んでて、数字が2つと一番上が空欄になってます。結構な量がありますね、資料は。なるほど。知識によってこのパーセンテージが何なのか分かることはできますか？それは無理かもしれないですね。さすがにそんなに医学に詳しくない。じゃあ一旦ちょっと別のこっちで。ただ資料自体を調べることはできます。あ、そういう大雑把なことはできるんだ。はい。あ、じゃあ知識で調べます。はい、どうぞ。いや、すげえな。すごいんだよな。そうですね。はい。棚にあった資料をざーっと、あんたの知識を使って調べてみました。するとですね、次の記述を発見しました。両方の適性を持った人間が見つからない。引き続き患者から高い適性率を持った人間を探すという走り書きがありましたね。なるほど。はい、そして資料自体はかなりの量があります。凄まじい量の人の名前が書かれてますね。加温装置、温風で体温を適温に維持するための装置だ。これを知識で調べます。どうぞ。まあ知らない機械でしたね。よくわかりませんでした。なるほどね。目星でホワイトボードに何か書いてあることを調べられますか？ああ、まあ。まあでもパッと見てわかるんですけど、まあ特に何も書いてないですよ。なるほど。他なんかあるかな。ちょっと待ってください。はい。この部屋に鏡ありますか？鏡ないですね。鏡ないのか。お兄さん。お、来てる？あきらくん。
起きてるよ。よかった。起きてた、うん、起きてる起きてる。調子はどう？昨日より全然いいけど、めっちゃ寝ちゃった。めっちゃ寝ちゃった？めっちゃ寝ちゃった。アキラくんと話してたらさ、もうなんか、バタッと倒れちゃって、うん。もう記憶ないや。もうたくさん寝てたもんって言ってた。お父さんが。そうなんだ。うん。まあでも、疲れてるよね。雷で撃たれちゃって、その日入院してたんだもん。でも明日治るってよ。早いね。うん、すごいお父さんは。お父さん本当にすごいんだよ。うん。でもちょっと寂しいな。そうなんだ。でも寂しい。うん。うん。そうかそうか。うん。お兄さん元気そうでよかった。昨日より全然元気。ね、うん。なんかこれまではね、僕の隣の部屋に入院してる人、頭がぼーっとするとか、あんまりお話できないとか、2日目になるとそういうこと言う人が多くて怖かったんだよね。だからお兄さん元気そうで安心した。2日目になるとぼーっとしちゃうっていう人がいたんだ、うん、そうなんだ。え、1日目に元気な人も2日目になったらぼーっとしちゃった？うん、なんかその部屋に運び込まれた日は大丈夫なんだけど、うんうん、次の日になるとちょっとおかしくなっちゃう人が多かったかな。そうなんだ。うん、お兄さんもそうなっちゃうんじゃないかって怖かったんだけど。もうお兄ちゃんはね、もうどんどん元気になっていってっから、自分でもびっくりしてるよ。本当に？そうそうそう。お兄さんは、うん、何も思い出せないの？うん、お父さんとね、何か覚えてることある？うん、いろんな患者さんにもやってるゲームがあって、テセレスの船とか、うん、なんか囚人のとかいうゲームがあるんだけど、そういうゲームでちょっとずつ思い出していってるけど、うん、まだね、名前だったりね、その、うん、運ばれる前の記憶っていうのはほとんどない状態かな。そうなんだ、うん、記憶戻るといいね。そうだね、これさ、記憶がない、うん、お兄ちゃんは記憶がなくなっちゃったんだけど、うん、他のさ、患者さんはさ、うん、記憶はどうだって言った？うん、確か、うん、やっぱり1日目2日目とかは思い出せないって言ってる人が多かったと思う。そうなんだ。でも2日で治ったって言って退院する人もいたよ。あ、早い人もいるって言ったね、お父さんも。あ、本当に言ってた言ってた。多分そのことだと思う。そっか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 、なるほどね、うん、そうなんだ。早くでも元気になってほしいな。うん、早くね、アキラくんの顔が見てみたいよ。え、本当に？うん、僕もお兄さんの顔見てみたいな。でもね、実は僕ね、うん、目が見えないんだ。目が見えない。体も動かせなくて。え、そうなんだ。だから治ったらお兄さん見てみたいな。そうなんだね。僕はそれをお父さんから知らされてなかったからびっくりしたよ。あ、そうなんだ。多分お父さんも気遣ってるんだと思う。僕はまあそんな気にしてないんだけどね。治るって信じてるし。目も治るって言われたの？うん。そうか、全部治るんだ。うん、治るよって。そっか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 。うん、だから大丈夫。わかった。なら、うん、安心だね。一緒に出かけよう。出かけたい。お兄さん好きなことないの？うん、なんかお外の話とか僕聞きたいな。そっか。お外はさ、うん、2年より前はどうだったの？お外で普通に遊んでた？この入院して2年前は、うん、2年前よりもっと前っていうのかな？普通に遊んでた。自己する前ってことだよね。そう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 。うん、普通に学校とか行ってたよ。あ、行ってたんだ。うん。そっか。逆にね、お兄ちゃんが、うん、あんまり覚えてなくて。ああ、まあそうだよね。外のことっていうのを覚えてないんだよね。うん、僕ね、うん、学校行ってた時に、うん、実は好きな子がいたんだ。まあそう、うん、僕もね、好きな子がいる、うん、それだけは覚えてる。え、そうなの？うん、ロマンチック。同じだね。いろんなことを忘れてるけど、うん、好きな子がいたことだけは覚えてる。え、お名前よりも前に、うん、
思い出してるってことはお兄さんにとってすっごい大事な人だったんだろうね。だったのかな。そうだよ、僕も退院したら、うん、好きな子と一緒にまた遊びたいなって思うもん。そっか、うん、そうだよね、僕もその気持ちがあるよ。お互い頑張ろうね。そうだな、俺たちもちょっと幸せにならないといけないな。頑張らないとやっぱり。そうね、うん、早く元気になって一緒に遊んだりとか、うん、帰り道いつも一緒に帰ってたから、うん、また一緒にそのことを帰れたらいいなって思ってるんだよね。そうか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 。うん、もちろん元気になったらお兄さんとも遊んでみたいな。こんなに楽しくお話できるの、うん、お兄さんが初めてだったからさ。隣の部屋が俺もあきらくんでよかったよ。暇しちゃってたよ、あきらくんいなかったら。本当に？うん、よかったよかった。うれしいな。元気になったら絶対遊ぼうね。絶対遊ぼう、約束ね。約束だよ、約束だよ、約束。うん、じゃあそういう話をしてるとまた眠気があなたを襲いました。まだ体が本調子に戻ってなかったみたいですね。眠い。はい、おはよう。おはよう。おはよう。元気？また寝ちゃったの俺は。あ、昨日よりは体調良さそうだね。全然昨日よりはいいんだけど、うん、あーちょっと午後の診断を楽しみにしてたのに。おまた俺はゲームをしゃぐったのか。また爆睡してた。また俺は爆睡したのか。あ、まあなんだろうな、体もまだ悪い状態だったから、まあ回復しようとしてるんじゃないかな体。まあそっか、まあ、これで早く退院できるんだったらまあまあまあ。そうだね。じゃあ、アイディアでもいいですよ。はい。おお、じゃあ名前思い出していいです。先生、まあ、言わなくてもいいです。はいはいはい、はい、はい。先生、俺の名前知ってるの？いや知らないよ。そうだよね。名前も知らない患者をここまで入れてるからね。うん。治療費をさ払えないって話をしてたじゃん。はあ、一つだけ思い出したんだよ先生。おお、何思い出した？俺名前思い出した。おはは、でかくないか、名前思い出したのは。一番大切な情報を思い出したよ。はあ、先生、君名前なんて言うんだ？俺は菅原優也って言います。菅原くん。菅原っていう。おお、それは思い出した。菅原優也ね。菅原優也と言います。よかったね、名前思い出せて。一番でかいかな。うん、結構名前から思い出す人多いからね。あ、そうなんだ。はい、人から呼ばれるものでもあるし。なるほど。うん、人のこと思い出すと名前もおのずと思い出すという人は結構多いんじゃないかな。なるほどね。他はどうかな、調子とかはだいぶ良さそうだけど。うん、調子は上がってきてるけど。そうだね、あきらくんと昨日も話したんだよ。おお、昨日も喋ってたかな。昨日も喋った。うん。なんか何言ってたかな昨日は。俺が元気なのがちょっと不思議みたいなリアクションをしていて、ほう。どんどん元気になっていく人が少ないっていう話をアキラくんがしてたから。まあまあそうだね。俺ってかなり順調なんだなと思って。他の人はその、うん、順調に回復していくことってもうほぼないの？順調に回復することもあるけど、まあ君は結構特別というか、他の人は麻酔したりとかそういうこと多いからね。もう大体の人が2日目になると、うん、頭がぼーっとしてもう会話が弾まないって言った、あきらくんが。そうだね。てかまあもともとこう言っちゃなんだが、まあ、暗い人が多いからね。暗い人が多い。うん、なかなか君みたいにこう明るく喋ってくれる人はいないんじゃないかな。あ、そうなんだ。はあ、まあなんというかこう暗い思いをしてここに来てる人っていうのも、うんうんうん、結構多いだろうからね、記憶喪失だと。なるほど、うん、でもあきらくんと仲良くなっていくその途中でもうここまで聞いてしまったからってことでいろいろ聞いたんだけど、あきらくんがどんぐらいひどいのかっていうのね、それこそ先生も昨日言ってたから、かなりきつい事故だってのを。そうだね、目が見えないっていうのをちょっと俺に話してくれて。うん、でも目が見えなくなって、もう長いこと見えてない、ね、そうか、長いこと見えてないんだ、うん、でもあきらくんはね信じてたよ、お父さんのこと。
おお、まあ、脳も直してくれるし、もう目も直してくれる、全部直してくれるから一緒に外出たら遊ぼうって話をした。そんなこと言ってたのか、アキラは。うん、言った、うん、先生を信じてよ。先生はそう言ったんじゃないの？ああ、もちろん言って、私は必ずアキラを直しにする。もちろん君もね。うん、うん、っていうと、私はメインだからね。もう今日は3日目なんだよ先生。ああ、なんと君午後には退院だよ。今日の午後退院？今日3日目だからね。今日の午後退院なんですか僕は。ああ、今日退院です。あら、あとはもう記憶戻すだけだ。まさにメイですね。まあこの道のプロだからね。それは嬉しいな。あともう一つ、もう一つは、ちょっと僕はね、物色癖があるんだね先生。昨日分かってると思うんだけど。最悪な癖だ。ちょっと気になったものにね、またなんか引っ掛けましたのか。俺は手を伸ばしちゃうの先生。まあ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 、しょうがない。そこのさ、引き出しにさ、引き出し、うん、え、ここ開けたのかい君。ここ開けちゃったよ。ちょっとやばいなこれ。ちょっと普通に問題だぞこれ。でもういろんなとこ引っ掛けましたんだけどさ。ああ、そこにね、誰か知らない人の名前がバーっとリストアップされていて、うん、その横にパーセンテージが2つ書いてあったんだよ。うん、これはこれ普通にちょっと社会的な問題になりかねない。あんまり良くなかった。情報が流出してしまってるからね。あんまり良くなかった。あ、普通にプライバシーを侵害してしまってるからね。ちょっとあんまり見られたくなかったけど。いや、まあ、見られる場所に置いといた私も結構問題はあるね。これはもう目にしちゃったからさ、逆にもう今日退院するんだったからさ、もう秘密にするから教えてほしいよ先生。そのさ、何が、ああ、パーセンテージって何？これはなんだろうな、ちょっと専門的すぎて説明が難しいのもあるし、一応これもプライバシーだから私から話すことはできないかな。じゃあそのさ、プライバシーで言うとさ、一番上 の、はあ、リストのところ、うん、空白になってからもプライバシーも何もないと思うんだけどさ。ああ、そうか。そこってもうプライバシーというかそういうのもないし、もはやなんか俺なんじゃないのかなと思ってるんだけど。ああ、これ君じゃないよ。あ、俺じゃないんだ。ああ、君じゃない、君じゃない。あ、俺じゃないんだね。まだ君の資料書いてない。あ、そうなんだ。ああ、カルテ自体はまた別のところに保存してあるから。はいはいはい、これは昔の人だね。今まで入った人の名前かな。なるほどね。じゃあ先生ちょっともう一回、うん、もう今日さ、俺午後退院じゃん。もう暇し、ね、そう、暇してたから先生。俺ちょっとなんかさ、帰ってさ、どういう人に会うか分かんないけどさ、その人の気を引くためにさ、おもろい話が欲しいわけよやっぱり。ほう、なんか、なんか何のパーセンテージなのか教えてよ先生。いやだ、なんだろうな、言っても分からないって言った方が近いかもしれない。あ、理解できないんだ。うん、難しい。専門的なものだからね、多分君に言っても多分払ん、ね。あ、そうなんだ。うん、そっかそっかそっか、分かった。で、先生、うん、見てもなんか分からん、ね。うん、どう、もう俺はもうあのゲームがしたくてしょうがないよ。おしゃべりがしたいのかも。そうだよ、俺おしゃべりがしてんだよ先生。じゃあもちろんあるよ今日も。今日もあんの？ああ、今日も最終回だからね君。そうね、俺、うん、よし、じゃあ早速行こう。はい、君は臓器くじというのは聞いたことある？知らない、知らない、知らない、知らないだろ、全然知らない、知らない、知らないと思ってた、知らないと思ってた。臓器くじというのは、ある人間を一人積極的に殺して、それより多くの人間を助けることはいいことなのだろうかという思考実験だ。うん、まず公平なくじを健康な人に聞いてもらう。うん、当たりが出たらその人は殺される。うん、殺された人の臓器を全て取り出し、うん、臓器移植が必要な人々に配る。うん、移植は必ず成功し、くじに不正はないものとする。うん、そして人を殺す以外に臓器を得られないものだとしたら、君はこの臓器くじどう思うかな？どう思う？うん、どう思う？この、うん、それを客観的に見るか主観的に見るかでちょっと変わってくるというか。まあ、この客観的に見てもらっていいかな、自分関係ないでいいよ。俺はこの例えば、うん、くじで殺される人がその知り合いだとかなったら、やっぱり話は変わってくる話だと俺は思ってる。うん、でも、まあ、そういうの、そういうのがなしであったとしたら俺は、うん、ありだと思う。おお、どうして、どうして？単純に、うん、
多くの人が助かるから。おお、なるほど、なるほど。でそのこの話を聞いた時に、うん、悪い話だって決まったことではないから、悪い、この話が悪いかいいか決まるのってくじで殺される人が決まることで、うん、この人の意思が尊重されることだから、この人にそういうことを説明した場合、うん、こういう自分の命で他の人が助かるってことを説明した場合、うん、それを受け入れる人が出てくる可能性がある。ほう、まあ、私が死んで 5,6 人が助かるなら、そう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 、死んでもいいですよって人が出てくる。そうそうそう、全員が全員拒否しないと思う、うん、俺はこの話をして、ね、うん、健康な人全体の中で、うん、そういう活動、そういうくじに参加してもいいですよって人の中でやるんだったら全然いい。そうだからもうだったら受け入れる人がいる可能性があることプラスして、もうそういうの関係なしにそれなんか多くの人が助かるっていう2つの要素があるんだったら、うん、俺はそっちを取っちゃうというか、それを押してしまう。おお、なるほど。感情抜きだったら絶対賛成になる、うん、そうで、この話は、うん、感情が入ってくるとまた別の話になってくる、うん、まあ人間感情あるだろうね。これにまあ OK ということは、なんだろうな、死ぬべきではなかった人間が一人死ぬことになる。死ぬべきではないというか、死ぬ予定ではなかった人が、まあ予定ではない、そうね、予定ではない、べきであるかどうかはその人が決めることだけど、うん、予定ではないっていうのを言われるとそうなるね。うん、それでも賛成。うん、いいと思う。ちょっと待ってくれ。うん、これは難しい問題だよ。うん、いや状況によるな。さっきの船の話、昨日の船の話とやっぱりちょっと似たようにケースバイケースになってしまうんだけど、やっぱりその人が知ってる人、それから、うん、例えば親族恋人だったりすると話は全然違ってくるっていうところにたどり着いてしまう、うん、どうしても、うん、知らない人だとしたらそのシステムがあるって言ったら俺は、うん、もう全然いい、ぶっちゃけ知らない人が全然賛成、うん、知らない人、俺の知らんところで知らない人がそういうことが繰り広げられてたとしても俺は別にいいんじゃないと思ってしまう、うん、おお、それはより多数の人間が助かるから。うん、より多数の人間が助かるから。おー、なるほどなるほど。じゃあそのもしもの場合だったらどうかな、臓器を移植される側の人間が、いや、くじに当たる側の人間に自分や自分の大切な人が入ってたら、健康側の人間に自分や大切な人が入ってたら賛成できない。それは賛同できない。もうそれはまあその都合のいい話だと思うけど、うん、人はそうなってしまうって俺は思ってしまう。都合のいいもんだと思ってしまう。やっぱり、うん、知ってる人、あと、うん、感情がある人っていうのが当事者になってしまうと意見っていうのは人間は変わると思う。おお、まあでも誰でも人間やっぱ感情あるよ。うん、だからそれ、これかん、知ってる人がこの対象になるっていうのは許せない。おお、うん、知らない人だったらいい。俺は知らない人だったら全然いい。おお、じゃあその知らない人がこうくじに当たる前にくじ反対みたいな、うん、もうこれ運命なんだから受け入れろみたいな、なんで俺が知らないといけないんだっていうのを見ても心は揺らがない。俺は揺らがない。知らない人だったら揺らがない。揺らがないね。自分の知り合いや自分が対象に入るかが大事。そうだね。システムとかにもよるだろうけど、それがその週に1回とか月に1回とか、うん、その慢性的に行われてて、うん、でその番が時期にもしかしたら自分の家族に、うん、恋人に、友人に、うんうん、ターゲットにされるかもしれないってなったら俺はシステムを止めるかもしれないけど、これが単発でこのくじが行われるってなって、うん、自分と関わらない人が、うん、対象になった場合は俺はどうでもいい。
なるほどなるほど、うん、そこまでなんか優しくなりたくないというか。あ、じゃあ両方だったらどうかな。両方だったらとは、移植される側にもくじを引く側にも自分の知り合いがいる場合はどうかな。それはもう全然拒否、受け入れられない。うん、あ、それは動き悪くなった知り合いが死んでしまってもしょうがない。うん、そうだね、そこは難しいことになるけど、うん、まあありえないけども、全人類が君の知り合いだったとして、うん、1人知り合いが死ねば5、6人、6人の知り合いが助かるとしたらどうかな。うわ、知り合い度合いにもよるけどね、やっぱりそれは知り合い度合いというか、うん、やっぱりその近さによる話じゃん。おう、じゃあすごい当たり前な話になってしまうけど、はあはあ、まあまあ全員同じ信頼度というか有効度ではないだろうからね、もちろん、うん、例えば、一番、うん、いいよ。例えば、うん、恋人、うん、極論もう本当にそういう状況しかないとして、うん、恋人が死んで家族全員が助かるってなったら、うん、俺は家族が助かる方を選ぶ。おお、恋人は殺す俺は。おお、すごいな、うん、恋人だよ。うん、恋人は俺は、うん、そうだね、俺の中の大切度合いの話になってくるけど。ああ、家族が一番大事。家族が一番大事だから、うん、じゃあ家族のためだったら自分がくじの対象でも構わない。そうだね、それが一番ベストではある。おー、それすごいな。一番ベストで言うと、うん、恋人よりも俺がすごいね、死んだ方が、そのもう本当に、うん、多分足が悪くて俺のばあちゃんが、死にかけのばあちゃんだったとしても、うん、俺は多分死んじゃうと思う。すごいな。うん、もう君見た感じまだまだ20代で、そうそうそう、うん、これから何十年と生きるだろうが、その高齢者の方が対象だったとしても自分が死ねる。そう、高齢者でもうかなり人生も制限されてたとしても、うん、その理由がやっぱりその状態でそれを見過ごした後の自分が苦しすぎる。あ、俺、ばあちゃん死んだの俺のせいやん、ばあちゃんを殺してしまった自分、うん、こんなくじが自分に降りかかるってすごい自分にとって分岐点で、うん、自分にとってはとんでもなく大バットを踏んでしまった状態、バットルートを進んでしまった状態だったらカッコつけたい俺は、カッコつけたい俺は、カッコつけたいだね俺の心理は。なるほどなるほど、うん、まあここで空事に反対して家族が死んでしまったらカッコがつかない、カッコ悪いなって思っちゃうな、うん、なるほどなるほどなるほど、まあ家族のためだったらでも決断を下せるっていうところ、家族のためでも下せ、うん、その話は変わってくる、その恋人のためだったら死ねるし、うん、とか全然自分を差し出すっていうのだったら全然カッコつけられるから、うんうんうん、多分なるほど、ね、死ねると思う。でもその俺が関係なく、うん、このゲームを、そのゲームっていう、ゲームっていうとこでしたけど、なんかこのくじ、臓器くじを見る側として、うんうんうん、ってなるとやっぱりかなり迷うところはあるよね。なるほど、うん、その天秤にかけちゃう命の重さを、うん、自分の中の、うんうんうん、人のこの人はどんぐらい仲良くて今後どういう自分に、うん、うわすごい、でもすごいね君は。それはもうだって毎回毎回そのメンバーによって賛成か反対か自分で決断できるってことです。そうそうそう、メンバーによってやっぱり違う、うん、俺なんかこいつだったら弾ける、こいつだったら弾けないみたいな。そうそうそう、人によってやっぱり俺は態度は変えていいと思う派だから、もう一人一人によってかけるカロリー、うん、その自分にとっての比重の重さとかは変えていいと思う派だから、だからその今回のこの天秤の話で言うと、もう人によっても全く違う、これは結果が。おお。でその中の君の一番重い、まあその天秤の重りが家族なんだね。そうだね、家族かな。自分より重い。自分より重い。なるほど。君はやっぱり家族思いの人間だったんだろうね。これで思い出した。確かにね、そうなるか。俺は家族思いの人間だったのか。ああ、だいぶ戻ってきたね、記憶も。午後には退院できそうな感じはしてるかな。ああ、記憶っていうのはね、芋づる式に一気に思い出すもんだから。確かに確かに、うん、思い出すときはね、急にグッとくるよ、うん、いや、よかった。
3日話したが今日の話が一番良かったね。今日の話が一番良かったか先生。良かった。今日の話がね、何が刺さったのかわからないけど、なんか感心したね。なんだろうな、この問題はね、やはり迷う人が多い。あー、なるほど。まるまるだったらみたいな、うん、おそらくみんな誰かしらの顔が思い浮かぶんだよね。あー、いや、この人だったらいいけど、この人だったら、でも関係のない他人が、うん、そういうことをみんな考えてしまうもんだから。なるほど。だからなんだろうな、君みたいに最初から特に迷わずスパッと、自分だったら死ねる、家族だったら無理、そういうことを、言える人はなかなか珍しいと思う。そうなのか。うん、ズバッと言えてて、ね、まあ、聞いてて面白かったかな。うんうんうん、うん、よかった。いや、もう少しお話ししたかったけども、これで3日のおしゃべりも終わりだね。また病院に来ていいかい、先生とおしゃべりするために。じゃあ毎回記憶なくしてもらって。そうじゃないと会ってくんないの先生。まあ私医者だから、ね、そうか、忙しいか、なかなか、そっかそっか、ここら辺あんまり脳神経の人もいないから。なるほどね。さあ、何もなければ午後には退院、私も外来の患者を今のうちに見てこようか。嬉しいよ。だとしたら、うん、もう午後には退院か。まあそうだよ、なければ私はもう行くよ。いいかい。そうだね、もう先生的に見れば俺は何パーセント治ってる。これは体はもう9割以上は治ってるが、うん、まあ記憶はまあもう0100みたいなもんだから、生きるもんってくるから。そっか。え、これってもう結構体治ってるっていうことは、ちょっと廊下に出てみたりしてもよかったりする？うん、まあまあ退院の時に出ればいいんじゃないか。いや、退院の時か。それまで我慢。うん、まあそうだね、あんまり無理はしない方がいいかな。あ、またなんかやろうとするんじゃねえだろうな。棚開けたり。気になるんだよ、やっぱり。勝手にほっつき歩いちゃダメだよ、今忙しいんだから病院。そういう部屋なんてなかなか来ないんだから気になっちゃうのよ。超忙しいよ、病院。分かった、じゃあ邪魔しないようにするよ。邪魔しないようにする。迷われても困るからね。そうだね。ちゃんとおとなしく部屋で待ってんだよ。はい、分かった。数時間だから。分かった。うん、じゃあね。はい。そう言うと、男が部屋から出ていきました。自分の体の調子はかなり、良くなったときに、今の体の調子だったら部屋の中を歩いて回ることができそうです。まあと言ったけど我慢できねえなー、行こっかな。ちょっといっ一旦試してみっか。ちょっと廊下に誰もいないか目星できますか。廊下、うん、隣の部屋に続いている窓がないです。ああ、廊下から、廊下から続いてるんじゃなくて、まあこれは隣の部屋に続いてます、ね、あ、もう直結で。はい。あ、そうなんだ。じゃあ一旦そっちに聞き耳を立てます。どうぞ。まあよく聞こえなかったですね、うん、特に怪しい音とかは聞き取れませんでした。なるほど。覗き見ていいですか、垣間見ていいですか。ちょっと開ける。ちょっと開ける。目星ない。いですよ、まあ、目星じゃなくても普通に。あ、本当ですか。これは開けるもんなん、開けてもらっていいですか。開ける。開ける。隣の部屋は薄暗いですね。どうやら部屋の中央がぼんやりと光ってて、ベッドがありますね。一応エクストリーム成功を出してたので、まあ、誰かが寝てるのは分かりますかね。じゃあ、なるほど。まあ今部屋扉ちょい開けで中見てるって感じです。はい。一回戻っていいですか。まあいいですよ。ふぅ、ちょっとなぁ、これ以上いくらどうなんだ。これ以上いっちゃうと怒られるのか。どうだ。でもまあこれだとちょっとせっかく入院したのになんかおもろい話もねえんだよな。ちょっと行ってみよっかな、隣の部屋。部屋の中入る。部屋の中に入ってみようかな。変わらず真ん中がぼんやりと光っていて、あなたは今部屋に入って入り口ですかね。
まあ何してくれても大丈夫です。まあ入り口にいます。寝ている人の顔を覗きに行く目星。あ、まあ普通に歩いて行ったら見れますよ。本当ですか。はい、じゃあ歩いていきますか。歩いていきます。はい、部屋の中央がぼんやりと光っていて、ベッドがありました。はい、そしてそのベッドに横たわっていたのはあなた自身でした。もちろんあなたはベッドのそばに立っています。立って横たわる自分を眺めている。ではベッドで寝ている自分は誰なんだろうか、どうして自分が二人いるんだろうか、ような光景に正気度ロールをお願いします。産地チェックかな、チャットパレット一番上、産地チェック。はい、お成功。あれ、お兄さん。おお、あきらくん。あれ、なんか僕の近くにいる、声が近い気がする。あきらくん、どこにいるの。僕多分、え、僕の部屋にいるんだよね、お兄さん。ううん、あきらくんの部屋にはいないよ。あ、そうなんだ、僕は自分の部屋にいるよ。うん、あきらくん、声出してみて。あきらくん、え、どうしたの。近くで聞こえる。うん、なんか隣で喋ってるような感じがするけど、僕目が見えないからさ、うん、あんまり分かってないけど、お兄さん僕の部屋にいるんじゃないのかなって。あきらくんってベッドに寝てる。多分そうだと思うよ。どうしたの。いや、お兄さん動けるようになったんだね。そうだね、動けるようになって、うん、隣の部屋に来てみたんだよ。よかったね。うん、あ、そうなんだ。うん、じゃあもう今日退院なの。そう、今日の午後に退院って言って、お父さんにちょっとほっつき悪くなって言われたんだけど、うん、ちょっとさすがにつまんなかったから、うん、興味あるところ行ってみてんだけど。さあ、話していくうちに落ち着きを取り戻したんでしょうか。声が聞こえてくるのが、ベッドからではないということに気がつきました。声が聞こえていたのはベッドの横にあるここからでした。もしもし。お、お兄さん。もしもし。え、どうしたの。あれ、あ、うん、あ、どうしたの。お兄さん、なんか様子おかしいよ。あきらくん。うん。え、なるほど。僕なんか体おかしいのかな。いや、そんなことないや。お兄さんの様子ちょっとおかしいよ。ううん、大丈夫。そっか、大丈夫。うん、大丈夫。ほら、僕目が見えないって言ったの覚えてる。そうね、事故しちゃってさ。うん、それで自分の体がどうなってるかいまいち分かってないんだ。だからちょっとびっくりしちゃった。僕の体おかしくないかな。うん、おかしくないや。あ、よかった。好きな子に惹かれないよね。あ、お父さん起きてたんだね。お、起きてたよ。もう今日なんか元気そうじゃないか。うん、あの、お兄さんがお話に しに来てくれたからさ。お、菅原さんが。うん、いや、よかったね。何の話。菅原さんって言うんだ。ああ、そうだよ。なんか、うん、いっぱい遊ぶ約束してくれた僕が退院した後。おお、何して遊ぶんだ。え、いろいろ何するんだろう。先生。ん、先生。どうしたのかな、菅原さん。これはどういうことなの。あー、アキラ。
これがアキラくんなの。お父さんお話があるから、ちょっと待っててもらってもいいかな。アキラくんちょっと待ってて、これがお父さんと話すことがある。大丈夫だよ、うん、ちょっと待っててもらってもいいかな。分かったよ、うん、休んでおくね。うん、それじゃあまた後でね。菅原の兄さんもまたね。うん、またね、ちょっと待って、うん、すぐ来るよ。うん。そう言うと男はシリンダーについているスイッチのようなものを切りました。いや、もうそんなに動けるようになったんだね。そんなことはどうでもいいよ先生。もう少し体を動かすには調整が必要だ。先生、先生、どうしたのかな。説明してほしいんだよね、この状況かい。うん、納得いかずないでしょ。息子はね、体の原型がとどめられないほどの重傷を負ってしまったんだ。ただ、なんとか脳だけは守ることができてる。今、このベッドに横たわってるのは、君自身の元の体だ。元の体？ああ。元の体？ああ、そう。俺はここにいるよ。よくできてるだろ。言ってる意味がわからない。君の今の体は私が作った機械の体だ。まだ言ってる意味がわからない。ああ、今の君の体は私が作った作り物の機械の体で、ね、その機械の体に君の脳を移し替えたんだ。もともとはね、その機械の体に息子の脳を移植するつもりだったんだが、うまく接続できなくて、機械に移し替えるには時間が経ちすぎてしまっていたらしい。うまく順応してくれないんだ、うん、ただこの横になってる君の体なら、君の元の体なら、適正率 98% の君の体ならきっとこの子に馴染んでくれる。そしてその君が使っている人形の体も君に馴染んでるだろう。少し調整は必要だったが、適正率は 97% だったから。君に頼みがあるんだ。なんだ。この君の体を息子のために譲ってほしい。君にはその機械の体をあげる。ただもし君が断るなら、100% 失敗せずに元の体に戻してみせる。どうかな。アキラ君はこれで幸せになれるのか。今の状態よりかは幸せになると私は考えている。この状態だとこの世界に菅原優也の容姿を持った人が二人生まれるってことだな。そうなるね。ただ君は言ったじゃないか、大事なのは記憶だと。君は機械の体だけども脳は君のままだ。君は家族のためならくじを引けると言ったよね、うん、君がくじに当たってしまったということだよ。本当のことを言っていいか。うん、もちろん何でも聞いてくれていい。アキラ君は幸せになるんだよね。今の状態よりかは幸せになるのだと私は考える。自分のこの機械の体は、何かこの機械の体になったことによって不自由は発生するの？人間としての機能や見た目はもちろんそのままだが、何せ初めてのことでね、私にとっても彼らにとっても。3年は動作を保証するが、それより先は確証を持って必ず大丈夫だということは私はできる。もちろん私は全力でその体をメンテナンスさせてもらうが、
いつまで持つかというのはやはり初めてだから確証を持っていくことはできない。逆に言えば3年ある。3年は必ず保証しよう。そのどうなるか分からない。あとは 50-50 というかもう本当に分からない。おそらく大丈夫だとは思うが、何分初めてのこと。なら、別に迷うことはないかな。もうそのままアキラくんの脳みそを元々の俺の体に移植してほしい。いいのか。うん。戻したいなら必ず戻せる。戻してしまったらアキラくんはそのままなんだろ。まあまた適正率の高い人間を探しに行くことになる。なったらどっちも幸せになるかもしれない方を選ぶ。だって不幸せが決まったわけじゃないから。俺は機械の体まま幸せになるっていう可能性があるって話をしてくれたら、幸せになんない可能性もあるけど、だったらそっちを選ぶ以外の選択肢がない。その確率がどっちになるかわからないけど、そっちしか選択肢はない。息子のためにそこまで言ってくれるんだ。うん。何かアキラと話したいことあるかな。君が望むならアキラと話をすることができる。ちょっとアキラ君とお話をさせてほしい。わかった。そう言うと男はまたシリンダーのスイッチを入れました。もしもし、アキラくん。あ、お兄さん。お父さんとお話ししてきてや。うん。うん。退院しちゃうんでしょ。そうだね。僕も元気になったらお兄さんと一緒に遊んでくれるって約束覚えてる？当事者になってしまって、ちょっと。お兄さんからお話あるけど聞いてくれるかな。当事者？うん。ちょっと状況が変わった。うん。分かった。今のアキラくんの状態がどういう状態かは言う必要ないし、知らなくていいんだけど。うん。アキラくんが、うん。今後幸せになれる手段があるっていうのが分かった。アキラくんが、うん、好きな人に会えるようになるようになる方法がお父さんはあるって言ってくれた。うん。で、本当に？うん。でもその方法を取った時に、うん、アキラくんはちょっと混乱することになっちゃうかもしれない。そうなの？そうだね。なんで？アキラくんの2年前の記憶とはちょっと違うことが起きちゃう。アキラくんが今まで見てた自分の顔だったり、体格だったりが全く変わっちゃう。え？もう俺が当事者になっちゃったからさ、まんま言うんだけど、アキラくんの体はもう治んないくらいね、事故でダメになっちゃったんだって、うん、やっぱりそうだったんだ。うん。でお兄ちゃんは、うん、まあ健康体だからさ、うん、その健康な体にアキラくんを入れてくれるんだって。だからすなわちどういうことかっていうと、アキラくんは今後、うん、俺の体で生きるってことで、俺がどこ行くのかって話になるじゃん、うん、俺の体は、うん、お父さんが作ってくれた一から。お父さんすごいからさ、アキラくんのお父さんすごいんだよ。
ロボットにして作ってくれた。うん、でロボットだから壊れちゃうこともあるかもしんないけど、お父さんがきっちりとメンテナンスっていうかその直してくれるだろうし、うん、アキラくんと、アキラくんが外に出れる方法っていうのが、うん、僕よくわかんないよ。うん、とりあえず、うん、アキラくんは好きな子に会いに行ける。で多分ね、うん、その女の子をね、うん、ちゃんと射止められると思うよ。俺思い出したんだけどね、うん、俺めっちゃかっこいいんだよ、アキラくん。だから俺の体を使って、うん、アキラくんには生きてほしい。で、うん、何が言いたいかっていうと、うん、この世界に俺の容姿が、俺の格好をした人が二人できちゃうわけだ。機械の体、そう、機械の体の俺もいるし、うん、生身の体のアキラくんが入った俺もいるわけよ、うん、それをさ、他の人たちがさ、見たらさ、うん、えって思うじゃん。何これって思うじゃん。おかしなことじゃん、うん、だから、違うところで住まないといけないわけだから、うん、この入院してた時に言ってた、うん、退院したら二人で遊びに行こうっていう約束は守れない、うん、もう会えないってこと？うん、会わない方がいい、うん、そっちの方がアキラくんは幸せになるし、うん、俺も幸せだし、困る人がいなくなる、うん、やっぱりよくわかんないよ。わかんないまんまでいいかな、アキラくん。俺も今よりも、今よりかは良くなると思う、うん、からお父さんを信じて流れに身を任せて、うん、ご覧、そしたら多分今より幸せだよ。そうなのかな。そう、お父さんを信じてくれて、信じてるのはそうだけど、俺も信じてみてほしい。うん、分かった。うん。ありがとう。うん。そうね。もういいかな。ちょっとだけ待ってくれるお父さん。いや、いいよ。アキラくん楽しかったよ。3日間暇してたから。僕もだよ。話しかけてくれてありがとう。こちらこそ。ありがとう。手術とかなんかああいう部屋とか心機臭くてさ、慣れてなかったから、話し相手いなかったらなんかおかしくなったかもしんない。アキラくんのおかげで僕のお兄さんとお話できてよかったよ。うん、じゃあお互いに幸せになりましょう、うん、アキラくんも幸せにね。ありがとう、うん、お兄さん。じゃあまたね、お父さんとまた話してくるよ。わかった。うん。バイバイ。バイバイ。またね。楽しかったよ。うん。ありがとう。お父さん行こう。最後にもう一度だけ聞かせてほしい。うん。息子のために君の体が欲しい。君にはその機械の体をあげる。君の体を譲ってくれないか。了承します。ありがとう。そう言うとあなたの視界がふっと暗くなりました。あなたは気がつくと自分の家の前に戻っていました。失われた記憶も戻っています。病院での出来事も覚えています。あれは夢だったのか現実だったのか。
ふと体のある一部分がよく見ると分かることだが、他の部分とは違う色になっていることに気がつきました。果たしてその体は本物なのか偽物なのか、それがはっきりするのはもう少し後のことでしょう。では最後にここで言いたいことがあれば、何か一言言って終わりになりますか。どうですか。言いたいこと何でもですよ。ない。じゃあ無言で。うん、ない。それもいいでしょう。シンクトゥルフ神話 TRPG 片城でした。お疲れ様でした。これは、うん、どうでした。いや、俺はめちゃめちゃ面白かった。めちゃめちゃ面白かった。よかった。いやよかった。 TRPG いいね。いやよかった。俺もすげえよかったわ。マジ？わかんない。めっちゃ感動した。他の人の回がわかんないからさ。いや入り込んでたね、ちゃんと。俺はもう完全にもうこの、ほんで TRPG のこの画面しか見てなかった。そんぐらい楽しかった。ありがとう。いやよかった。他の TRPG もやりたいなと思えるぐらいちょっとこの世界がおもろかったわ。いやね、うまい。あ、マジ TRPG がうまい。あ、マジか。めちゃめちゃ探索してたし。よかったよかった。いやすごいよかった。こっちもね、なんかやりがいがあったわ。どうだった、アキラは。めっちゃ良かった。超泣きそうでしたね、もう後半は。泣きそうになってたのはね、伝わりました。これ一回見たストーリーだと他の人がめっちゃ気になるね。でしょう。めっちゃ気になる。あ、見させていただきます。みんな質問の答えが全然違うから。そうだね。うん、いろんな人がいる。船の話もくじの話も、最後譲る譲らない、もちろん譲らない人もいるからね。うんうんうん、愛着湧いた、アキラに。愛着湧いたね。愛着が湧くのよ。勝った、勝ったな。勝った、殴り殴り勝った。殴り勝った、よかった、殴れたわ。それこそ俺の中で話したその天秤というか比重の話で、俺の中でアキラの方が圧倒的に上っていうのの表しでもあったし、あれは。うわーうわー、マジか。そう、アキラの人生そうを支えたいって思えるのは俺の中で比重がでかくなったっていう話でもあったから。いやでもね、初めて聞いたいい答えだと思った。どっちも幸せになれる可能性があるからっていうのはね。あ、そっか。いや俺めっちゃいいなと思った。よかった。最初もうスイッチ切ったあたりの時俺殺されるんじゃないかと思った。むっちゃ怒ってる。まだ明ら聞いてんのに。おい、どういうことだ。危ない。受話器でもしもししてた、うん、あれやばかった、めっちゃ面白かった。これ受話器で、受話器に引っ張られてもしもし、もしもし。あ、そうそうそう、もうもう見た見たまんま入り込んでるからさ、これはこれはもしもしやろ。いや、もしもしって言われたアキラ困りますよね。あ、そうか。自分に受話器ついてると知らないから。アキラは自分ベッドで寝てると思ってる。そうか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 。俺もう受話器取っちゃったと思って。これ隣の部屋まで聞こえるぐらい音できるのにこれ。そうかそうか。そう思ってみるとそうなんのか。爆音で多分耳鳴ってんだよ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。